じゃあしんちゃんドロップキックですな。アニメ2期決定ですな。イエーイ。ゆりねえ、お前それ2か。足折れる、足折れる。これ一応2を作ってるんだけど、これゆりねえのこれ2か。今だいぶ2だよ。足大丈夫？お前足大丈夫か？折れてねえか？足折れたわ。足折れてるよな。そうね、2000枚売れたら2期を作るという前代未聞の企画にね、皆さんご協力いただいて、じゃあ京都の皆さんのおかげです。ありがとうございます。いやこれもね、ブリッジーなね、私のおかげです。はいや困っちゃうな、ほんとに。なんてこと言ってんの。だって私が主役なんですもん。全部私の手柄ですの。そう、じゃあ京都のみんなのおかげなのにそんなこと言うんだ。でもおめでたいからね、第二期って本当おめでたいことだからね。まあそうですね。あんたの血で赤く祝おうかしら。ちょっと待て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 、そしたらそしたら二期ができないじゃん、この野郎。何よ、いいんだよ、じゃあしんちゃんなんかいなくなっていいんだわ。いやね、それにしてもですよ。どうしたの？1月ね、20日に行われたすごいサバとは本当にね、すごかったですの。すごかったね。もう皆さんのおかげで大盛り上がり、本当にありがとうございました。本当にね、本当に言っとくけど、本当に言っとくけど、本当に2000枚ギリギリだったから。そう、マジでギリギリだった。ギリギリだったから、あのね、ゆりねとぺこらで出た秋葉原映画祭での完売と、あとすごいサバと当日の物販での完売がなかったら2000枚いってなかったんだって。いやそうなんだな、本当にこれ本当にジャキョウトのおかげだな。本当だね。本当に救われたな。救われたわ本当に。いやでもね、本当にすごさはね、ライブパートも本当にすごかったんですよね。初めて、あの子にドロップキックとかもさ、ちょっとやってみて。振り付け、おなんだっけ、ちょっと待って、何やってんの、何やってんの。そっから最初からやんの。どっからやる予定だった。サビやろうよ。イルカいるけど大丈夫。今日も京都でイルカ飼ってるけど。せーの、あのくあちょっと私の足がちょっとよろしくないのよ。そっか、しっぽだった今日。ねえ、ベリベリ言ってる、ベリベリ言ってる。ほら、暴れると怒られるわよ。やばい、怒られちゃう。ドロップキック決めるまではこの星。これ、あの、木刀じゃなくて、あれ叩いてるんだって。なんかなんだっけ、木刀で殴ってるイメージみたいな。そう、殴ってるイメージなんだって、この時の振り付けが。そんなね。そうそう、そんなのもあったりね。振り付けで踊ったりしたけど。そう、歌って踊ってね。なんかさ、踊ってみた動画作ろうよ。いいな、踊ってみた動画作りたい。勝手に言ってる。勝手に言ってるけど。やりたい。作りたい。公式動画やろう。これ、踊ってみた。いいんじゃない、あれ、そうじゃない、もう、丸してる。やったやったやっぱ、なんで発言してみるもんだな。やったやった、やろうやろう。発言してみるもんだな。ねえ、やりたい。ねえ、それとまあ、ソロ曲話ずれちゃったけど。そうソロ曲もいっぱい。ソケラソンも盛りだくさんでね。ねえ、三浦雄太郎さんの、ねねねねねねねって盛り上がったな。そうね、ホーム、スイートホームね。そうよ、そうよ、そうよ。あとはやっぱり、あんたの人望町愛歌ありがとうございました。いやあんたちょっとあれうますぎて、みんなちょっとなんか言葉になってなかったよ。みんな言葉を失ってた。いやでも悪魔の部の拳が、もう最強に効きすぎてて。いやあのね、あの最後の、その時私2章まで歌わせてもらったんだけど、そのね最後の終わりのところの拳を、いやもうちょっと入れようかなと思ったんだけど、あれ以上やっちゃうと、いや怒られそうだなと思って。いやふざけてるよ。とかでまたやっちゃうとさ、結構邪神ちゃんらしいけどね。邪神ちゃんっぽくていいかなと思うけど、やりすぎも、いや、やってたよ、やりすぎてたよ、十分。面白かった。そう、やろうかなと思ってたけど、一生懸命、私のためにね、歌ってくれてたのね、あんた。いや、歌ったいや本当に泣けるだろう、あの曲いい曲だろう。いや別に泣いてなんかないわ。お前泣いたってじゃないか。いや中の人、中の人は泣いてたけど、私は泣きっこないでしょ。なん
だって。ちょっとまあじーんときた。あ、ほろり来てんじゃねえかほろり来てんじゃねえかよ。まったく素直にいいよ。まあゆりねはどうだったんだよ。え、うん、あーそうね、漆黒デカダンスね。うん、漆黒デカダンス。なんかやっぱ中二病全開だったよ。いや、あの曲すごいよね。いや、振り付けがさ、てっ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 て、あ、それそれさ、これこれてってってって、あ、ジョジョ立ちゆりね、ゆりね、それジョジョ立ちだねおー、かっこいいかっこいいかっこいい、こんなだったから、かっこいいかっこいいかっこいい、ほほほほこんなだったから最後え、めっちゃこれかっこよかった、本当に。やばい、私も決まってるやばい、このポーズを取ると決まんな、誰でも決まるぜそうかめっちゃかっこいいじゃねえか。いやー、ひどいわ。楽しかった、楽しかったよな、うん、で、うん、まあ他にもね、悪魔の船もサプライズが、うん、あったね、サプライズ。そうそう、なんか突然さ、ミノスから電話かかってきてさ、ね、あー、じゃしんちゃん、今大手町だけど今から行くってってステンリストに入ってなかったミノスが会場に突然乱入してきたっていうね。乱入してきたね。そういう事件があったの。あったわね。待って待って待って、ゆりね、なんか電話かかってきた。なんか鳴ってる。え、なに？もしもしですの。あー、じゃしんちゃん、今大手町なんだけどさ。ミノスなんだ、この流れは。あら、またこのパターン。何？いやいやいや、今日の写真チャンネルの収録、いつものスタジオなんだけど、大手町じゃないですの。え、マジ？どうした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 。いや、今日写真チャンネルの収録って聞いて、ちょっと伝えてほしいことがあってさ。え、何かしら。え、なんだろう。いや、実はさ、私、ミノスこと声曜日がちゃきがこんなことやります。じゃーん、ファンズプロジェクトプレゼンツ、オミガワちゃきの明らか文学サロンスペシャルイベント。ミノス、こんな声だったっけ。オミガワじゃない来る。ミノスじゃねえな、これ。2019年3月2日土曜日の17時から、市ヶ谷にある DNP プラザの2階で朗読劇をやります。え、またこのパターンで。おいおいおい、くそーくそーくそー、やってくれたね。おい、ゆりねが怒ってんぞ。荒ぶるからね。このもうこのパターン嫌だから。いいの、いいの。だってリコちゃんがやってたら私だってやるもん。え、ポポロン佐々木がやったら、いや、なんかプロレスラーみたいに二人ともプロレスラーみたいになってるけど。佐々木ね、だってね、聞きたいでしょ、朗読するんだよ。いや、聞きたいでしょ。もう電話の気力もねえわ、これ。無論推薦のミツの哀れをやるんだよ。好きにやってるわ。ねえ、知ってる？ねえねえ、もう好きにやれよ。もう好きにやるでしょ。ただの、ただの、もういいよ。神保町に住んでるんだから、もういいよ。なんとか言ってくれ。もうただの千秋ちゃんなんだよな。もうなんだよ。いや、あのね、今回ね、初めてね、ゲストさんを呼んだの。あ、そうなの。そうなの、男の人なの。男の人なの。なんか、二人とも、自然に押し入れに向かって喋ってるけど押し入れに向かって喋っちゃってるけど、こっちにいるんだ、こっちにいるんだ、こっちにいるんだ。そうなの、いるんだ。あのね、蜜の哀れはね、金魚を擬人化した老人、性欲を持て余した老人の妄想のお話なの、一言で言うと。やだ、まだ女子大生には早い。どうした。そうよ、まだ早い。何言ってんだよ、何言ってんだよお前は何百年も生きてるだろうが。うるせー、早いもん。うるせー、乙女には早い。あとね、なんか東京とかね、私物の抽選会とかもね、特典会とかも考えてるから、みんな来てね。聞きました、今、え、私物いや、なんだ。ゆりね、ゆりね、ゆりねが噛んだ。何、しぶちなの。ねえねえねえ、今どんな気持ち、噛んだ、どんな気持ち。うるさいわね、うるさいわ。私物抽選会って言ったわね。そう、私物抽選会って言った。ゴロが折れた。私物ドキドキしてる。心臓の音が聞こえてくるんだけれど。私物抽選会とは。欲しいでしょ、私物。え、あげるから来て、二人も来て。え、いや、神保町でしょ。だって二人が住んでるの。近い、市ヶ谷近いよ。もう、まあ、え、ゆりねは行くか。ゆりね行くか。行くよね、女子んちゃん。え、いや、ゆりね。いや、行くよな。来てくれないと。コードさん。いやー、やめろ、やめろ。やめて。いやー、
あ、暴れるな、暴れるな。本日ゲストに来ていただいているのはミノスコと、なあ来てくれるよな、なあ来てくれないとこの、ね、この写真をな、完全に宣伝されたわね。いや見事にしてくれたよ。ということで勝手に撮るんじゃないよ。なんだよお前、勝手に盗撮するな。いやあのほら来てくれないとさ困るからさ、こうやって脅しのね、怖い怖い怖い、やばいやばいやばい、この姿を撮られたぞ。やべえやべえやべえ、マジで先輩怖え。先輩怖え。いや本当に今可愛いかね。あ、本日のゲストおみがわちあきちゃんです。はい、改めてありがとうございました。来たかったから嬉しい。いやーざざざす、楽しいね。ねえ、楽しい楽しいか、楽しい楽しいの、楽しいの、楽しいな。おみさんだけだけど楽しいな本当に。まあでもね、おみさんね、先日の凄さばでも一緒だったけど、一人でどうだった。そうね、本当になんか飲み会とかで絶対来ない人の返事をしてたんですよ、制作スタッフに。あの、行けたら行くって。すごいノリ、絶対来ないノリ、絶対来ないノリの。行けたから良かったって思った。でも、行けてよかったって。だって結構キンキンまで、うん、なんか行けるか行けないかわからん、ね、お仕事だったもんね。私たちも知らなかったし、サプライズだった。そうでしょ、びっくりしたでしょ。来てる人、来てた人いる？コメント、コメントとかではーいって言って、ノー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 って楽しかった。なんかみんなが歌歌ってたから、私もミノスとして歌えてね、嬉しかった。ね、客席まで行ってすごかった。いや、びっくりした、降りちゃったから、降りちゃったから、慌ててね、いつものね、ツイッターの人がね、階段用意してくれたんだって。あら慌てて階段用意したの。降りたいって言ったら、スタッフさんが一瞬ピリってなった。でもツイッターの人が、いいですよ、降りちゃってくださいって言うから。あら優しい。 ATM 席のみんなとこう、バーってなんかホームランハイタッチって言うんですか、あれ。あれ、そういう名前があるんだ。え、グータッチ、グータッチ。こちらで、え、これホームラン、ホームランハイタッチ。いや、わかるよ、そう、いや、わかる、わかる。やった、わかんない、なに。グータッチでしょ。ちょっと待って、ゲストを置いてきぼりにしないで。あとその客席の後ろまで行けてね、よかった。そうやな、そうやな、めっちゃだって言ってたもん。そうね、サバト史上最大の規模だったからさ。そうだ、今までのサバトの中で一番大きいね、イベントだったからさ、ね、でもなんかサバトってさ、そのアットホームとかさ、うん、心の近さみたいのが ね、 いや、それはね、いいサバトだけど、こう会場が広くなった分だから会いに行こうと思って、みんなに。いやー、あれはでも邪教徒の皆さん嬉しかったんじゃないですかね。いや、でも邪教徒のマナーが良かったから、確かにできたこと。いや、でもそうだな。ちょっと、そう、ごめん、おみがわちあきちゃん、おみがわちあきちゃん、いい匂いしたでしょ。いい匂いしたはずよ。いや、もうね、あの、出ていく時のすっごいいい匂いしたの、控え室のすっごいいい匂いしたの、もうところで、めっちゃもう、そんな感じ、超でしたもん。いい匂いが、これから客席行くからっつって、さささささささ、何シュ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 みたいな、いい匂いのね、液体をね、そう、すっごい全身に振りかけて、これから客席に行くからっつって、しかもかけ方がエロい。なんで、エロい、かけ方がセクシー。嘘、ジャシンちゃんも完全に中の人になってるから。どんな感じでかけてた、再現して、やってみて。よかったでしょ、ジャシン。できるかな、もうね、ここでまず肩上げるだろ、足を、尻尾、足がない、足を上げて、足上がってます、今足上がってます。今これ私手に持ってる、足上がってますよ。待って、ただの写真じゃない、大丈夫、大丈夫なの。全然エロさの今かけを感じられないけど、尻尾がコーンってなってたけど。あー、いや、でも、うん、あれだよ、私知ってるんだから、二人が天使の部で泣いたって話。え、ベベベベ、知ってるんだから、ニキ発表決まりましたって言ったら、なんか二人が泣いて、お互いに何泣いてんだよ、泣いてないわよ。ベベベって、別に泣いてなんかないわよ。泣いてなんか、ジャシンちゃんは泣いてたけど、私は泣いてないじゃない。ねえ、またちょっと、ちょっと太め人間、助けて、私はできない。大混雑、大混雑してます。何なの、大混雑してます。透明人間さんが今助けに来てくれてます。タイム、待って、タイム、あー、ちょっとびっくりした。
まあ、ちょっとそろそろ終わりにしないと、もうこれすごいことになってるからね。あ、そう、マジで。いやでも楽しかった。楽しかった。とにかくまた嵐のように来てくれたわね、ゆりちゃんね。本当だよ、ありがとうな、はい、また遊びに来てね。ありがとうございました、また来ます。来てくれ、うん、はい、というわけで皆さんのね、はい、今回の配信も楽しんでいただけましたか。どうですかね。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、うん、やってほしいこと、こんなお仕置きしてほしい原作漫画の感想など、チャンネルコメント欄に書くか、公式ツイッターさんにリプライしてください、うん、番組のね、チャンネル登録も絶対にするのよ。うん、するんですの、本当に。この番組もアニメと同じようにお前らじゃ京都の支えがいるんですな。あ、かっこいい。ちょっと足じゃなくて、まだあるんでしょ、まだできたんでしょ。大切なお知らせがございますね。あ、そうだな、これな。なんとまた邪神ちゃんドロップキック公式のファンクラブ、邪教クラブもスタートしました。イエ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 イ。邪教とのね、皆さんのグループチャットに私たちキャストも時々参加します。私はしてきましたよ。あ、もう早速してきましたよ。早速しちゃったのね。他のキャストさんも時々参加するし、イベントの様子をね、写真や音声でお伝えしたり、あとはなんといってもね、会員限定の無料イベントのご招待なんかもやってるから、ぜひ参加してちょうだい、うん、月額500円のペコラプライスでーす。さあ、お知らせをね、ここまでにして、うん、ちあきちゃん、ちあきちゃん、なにまた、ゆりねちゃん、またいつでも遊びに来てね。またいつでも宣伝に来るよ。ダメ、宣伝に来ちゃダメ。え、だってこれ宣伝するための番組じゃないの。違うよ。違うわよ。もう違うわよ。お前宣伝するっつったら、今度お土産持ってこいよ。お土産持ってこないと許されないからね。分かった、じゃあビーフ 100% のなんか持ってくるよ。 おやったやった。うまいな。期待しましょう。うまいな、それは。では今日の別れは3人で言うわよ。よっしゃー、せーの、邪神チャンネル V。 あーでした。のすこと、おみがわちあきちゃんでした。みんな来てね。ありがとう。ありがとう。バイビー。